わかったわ。こうじゃないか。あ、届く。あ、わかった。ここに来て、まあ、ちょっとずつ上げていこう。これじゃない。あ、ちょっと怖いな。あ、怖い。あ、なんかある。オッケー、待てよ。怖い。これぐらい。平行感覚わかんない。よーし、あー、やったー。よーし。残りの制御端末はあと3個。あなたならできる。花だったか。いやでもね、これ取った後さ、次どこ行くのよ。ヒントがない。次どこだ。マップ見よう。この玉3つを同時に丸々するじゃない。まず、頭行ってみようか。あ、頭か、お尻の方。違うな。歯車に2個玉があるな。じゃあ、頭の方ね。よっ。で、この、あ、いけるね。頭側。火のとこ。あ、いける。おりゃ来たー。でさらに一歩上で正解だったな。あ、え、何、あ、びっくりした。なんか使っちゃったな。で、これがマグネキャッチで、これを回すかな。どっちだ、どっち向き。左回しか。時計回り。あー、よいしょ。あー、あー、よいしょ。カメラ頑張って。あー、よいしょ。あー、よいしょ。あー、よいしょ。よし。ん？なんか変わった？え？あれ？いや、回し切ったぜ。いや、回し切ったわ。ん？なんだ？何が変わった？香水の量か、何か。これも、なんだろう。わかんない、なんだろう。これを、わかったわ。わかったわ。こっから、水出して、消すんじゃないか。あ、上が開いたのか！なるほど！はあはあ、オープンカー？スポーツカー？あ！よし！ビタ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 。よし、あと。残りの制御端末はあと2個。あと少し、もう少し。ミファちゃん可愛い。応援してくれてる。あ、でも行った。よし。どこだ。この辺だな。ちょっとだ。この辺ですね。気がつかねえ。普通にあったね。これか。じゃ、見つけた。あの放水を止める。ビタロック。じゃない。
水を減らすんだね。しかし減らし方は何だろう。マグネキャッチ。で、掴むものはないですね。じゃあアイスメーカー。あ、すげー、なるほど。あー、しかしその位置ダメなんだ。わかった、この辺オッケー、やったー、手こずったぜー。制御端末はこれで全部。メイン制御装置を立ち上げられるようになった。マップをよく見て。新しく光っている大きな印があるはず。そこへ向かって。オッケー。気を緩めずにね。気を緩めるなってよ。なんかあるな。この時のためにね。弓矢は100本ほど用意したんで。あれ、あれ、うわっ、もうお尻ですね。完全にお尻ですね。お、これはこれはあれで大丈夫かい。はあ、お尻ですね。あそこどこだ、こっちか。ああ、あれか。よーしよしよしよし、お尻だ。ペチペチ叩くな。よし。あ。カスガの、おお、ボスか。気をつけて。あれはガノンが作った魔物。100年前、私はあいつに。でも、あなたなら勝てる。きっと勝てる。オッケー。あの槍に気をつけて。射程がすごく長い。うえ。はあ、再生成可能ですね。あ、でも効いてる。あ、早く早く早く。あいって。どうすんだろう。投げ払うダメ。あぶね。もうこれ弓でゴリ押ししていいのかな。お、はい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 、いいよ。武器が悪いな。電気、にゃーい、いった。メシメシ、ボギルがアップ。効いてる効いてる。投げ払うダメ。あぶな。で、目だ、目が弱点だ。あ、第二形態だ。はあ、そういうことか。気をつけて。水場じゃ攻撃できない。はあ。で。しっかり。してるしてる。よし。
聞いてるぜ。ここだ。相手が作ったアイスにはアイスで対抗だ。おら、どやー。ああ、壊れた。どれでいこう。足場増やす？オッケー。いや、ああ、ふか、増やした方がいいのかな。いけるいける。いや、一点にとどまった方が、相手が攻撃しや、ひぃへへ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 。もう落とすしかないよ。あー、ダメだ。あー、これ一回やり過ごそう。あらかじめ作っとこう。はいはい。あー、遅い。うわうわうわ。よし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 。うわー、ビームよくない。一気にいける？よーし、こ！おっしゃー！やったの器だ。今回もボス戦で出てくるんだね。よし、倒したよ。倒したけどミファーちゃん出てこないんですか。はあ、いないのかな。メイン制御装置を起動すると心中内部に戻れなくなります。本当に起動させますか。そんなこと言うなよ。ちょっと待って待って待って。取り逃した宝箱はありませんかってことよね。ないよね。それ言われたらちょっと、いいよね、言っちゃってね。特に問題ないよな。取るべき宝箱は回収してきた気がするので。あと、このマップじゃちょっとわかんないんでね、コンパスがないんで。うん。あ、じゃあ、行きます。はい。じゃあ、行こう。心配だな。ありがとう。おかげで私の魂は解放されて、このルッタも取り戻せた。でも昔のように遊ぶのはもう無理みたい。治癒の力も魂だけになった今の私にはもう使えない。だからあなたに託すね。私の力、ミファーの祈り。
今日までずっと泣き続けてた。魂だけになってここに囚われて、これから永遠に一人きりなんだって。だけど今日あなたが救ってくれて、こうしてもう一度会えた。そしてこれからは私の力があなたの助けになれる。だからもう大丈夫。じゃあ行くね。私とルッタのお役目を果たさなきゃ。あなたがあの城でガノンと戦う時の援護、今度は失敗しないから。リンク、あの人を、姫様を助けてあげて。入れない。もうこれ入れない。私はリンクの役に立てる。あの人がハイラル城で厄災ガノンと戦うとき、助けてあげて。あなたの一撃でできるだけガノンの力を削って、それがリンクにしてあげられる最後の助けだから。ガノンを封印できたらハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私、わがままばっかりでいっぱい心配かけて。できればもう一度会いたかったな。みわちゃん、あ、人気1位だろこんなの。おい、みわ、救いないの？英傑ミファーの祈り、英傑ミファーの祈りが宿った加護の力、力尽きた時に自動的にハート全開で復活できる。一時的にハートが限界を超えて増える効果もある。これいつ使うんだこれ。ん、なんだ。いや、で新しい能力が、これはどうすんの。あ、加護を受けない、加護を受ける。あー、じゃあこれでゲームオーバーないんだ。あー、まあ一回使ってみようか。もうミファの伝説でいいじゃんって。まあ好きだけど、もう多分ゲームオーバーになって
あの最後にセーブしたところからスタートにはもうならないってことかな。その場から再スタートを何度でもできるのかな。え、何度でもいけるのかな。一回だけかな。え、一回だけなわけないと思うんだけどな。使うならラスボス戦だけで使いたいね。あ、とりあえず報告に行こうか。ルッタなんとかしましたよ、お父さん。お、オーリン、あ、キョンピ、よくぞ戻った。待っておったぞよ。あれほど猛威を振るった豪雨が嘘のように止み、この里の引きは消え去ったぞよ。ハイラルの大地が水没する心配はもうなくなったぞよ。そなたが水の神獣を沈めてくれたおかげで、このゾーラの里は救われた。期待以上働きをしてくれたそなたに、民を代表して心から感謝の意を示したいぞよ。キョンピ、お前に伝え方ってすまんかったぞら。お前もミファー様のことを考えてくれていたのぞらな。元老院の面々もひれを畳んで感謝しておるぞら。わしら老人の多くはハイリア人を誤解していたのかもしれぬ。虫のいい話だが、もし許してくれるならばこんなに嬉しいことはないぞら。キョンピ、そなたには礼を渡さねばならんぞよ。もういっぱいもらったけどな。もらえるものはもらっとこう。さあ、あの宝箱の中のものを受け取ってくれ。ミファーがずっと愛用していた形見があるぞよ。友好の証としてそなたに持っていてほしい。そしてどうかいつまでも大切に。そういえばキョンピ、そなたは大魔の剣を持っておらぬが、かつての記憶とともに大魔の剣もなくしたというか。なくしたかも。聞いてみようか。大魔の剣って何。やはり忘れておったかぞよ。あれは英傑のリーダーであるそなたにしか使えぬ剣。きっとハイラのどっかで主が来るのを待っているに違いないぞよ。キョンピ、今回のそなた働きにはゾーラ一同心から感謝するぞよ。そしてシド、お前がキョンピと共に真珠と戦ったこと、父親として誇りに思うぞよ。知らぬ間にたくましくなりよって、もうわしの跡取りとして申し分ないぞよ。父上。豪雨もやみ神獣もおった。なんとめでたいぞよ。宴か。ジャブリンク最高だぞ。ああ、キョンピやった。キョンピ、本当にありがとう。君には感謝してもしきれないぞ。壊滅する運命だった我らが里を君は救ってくれた。さあ、最上級の感謝を送るぞ。ぞぞぞ最高だぞ。嬉しいね。王様と王子様から感謝してもらっちゃったな。名誉だね。うん、終わった。キョンピ、里を救ってくれたことをくれたこと、心に感謝するぞよ。みんなも喜んでおる。嬉しいことはないのだ。ただ聞きたいことがあるぞよ。お、聞きたいことがある。水の神獣バルッタの中からそなたは生還した。それがミファーは戻ってこなかった。これはやはりあれか、もう手遅れだったということか。私は魂と会いましたよ。魂と。ミファーは、ミファー何か言っておったぞよか。ミファー、なんということ。わしは何もしてやることができなかったぞよ。じゃが、ミファーは英傑の使命を果たしたのだ。それなら、それを見守ってやるのも父親の務めだったと思うべきか。
キョンピ、あれはそなたのことが大好きだった。今もきっとそなたの助けができて喜んでおるに違いないぞよ。どうかそなたもミファーのことを忘れないでやってほしい。絶対に忘れない。いつも一緒だ、いつも一緒だ。そう言ってもらえるとは本当にありがたいぞよ。何かに困ったらいつでもこさとに来るがよい。どの時でも一族全員で歓迎するぞよ。ありがとうキョンピ、ありがとう。はあ、終わったね。ゾーラ変換、はあ、みんなの反応も変わるかもしれないね。特におじいさんとかね。じゃあ開けてみましょうか。ほう、降臨の槍。凛って鱗か。英傑ミファーが愛用していた優美な名前。瞑想かな。治癒を得意とするミファーだったが、槍の使いも一流だったと言われている。いや入れましょうよ。もうそれはもう何してようかな。もうこれ飾りたいよね。どうだろう。でも、いつも一緒じゃん？飾るんじゃなくて、冒険に連れて行ってあげたいって思っちゃうんですけど。私飾りたくない。冒険に連れて行ってあげたい。この武器使わないっていうのできないかな？どれだ？あ、これだね。装備だな。でもなくしたらあれか。間違えて壊しちゃうの嫌だもんな。わかった。んだな。そうだね。わかった。じゃあ、まあ、そうね。飾っとくか。最終決戦連れて行こう。いいこと言うじゃん。じゃあ、そうしよう。王子。ああ、キョンピ、ありがとう。元老院のじい様方の反対を押し切ってでも、ハイリア人の君に里を救うのを手伝ってもらったこと、本当に良かったと思っているぞ。雨が降り続けて、魔物の増えた里までの道中を来てくれたこと、ルッタの攻撃をかいくぐって、電気の矢で装置を起動させてくれたこと、ルッタを取り戻し、ミファー姉さんの無念を晴らしてくれたこと、キョンピ、君には感謝してもしきれないぞ。こんな強引な俺に最後までついてきてくれて本当にありがとう。超いいやつ。めちゃくちゃいいやつ。すげえいいやつ。いい教育をしたな。君がいなければ今のゾーラの里はなかった。これから何があったらこの里に立ち寄ってくれ。いつでも手助けするぞ。最高だぞ。君は最高のハイリア人、そして俺の最高の友だ。泣いてなんかないやい。ないやい、ないやい。全然泣いてなんかないやい。じゃあゾーラ編ここまで。おい、次行こう。別れは唐突だね。ほいでは、じゃあ次は、もうね、ゴロンのね、兄貴もね、ゴロンの兄貴もほら、情に熱いじゃん。いや、ダルニアさんが熱かったから、いや、この、ゴロンの人がどんな人かわからないけど、いやー、どうなるかなー。またちょっとなんか、おめえは俺の立ち頃とか言ってくれた、私も。おめえはやっぱり俺の立ち頃って言われたら、ちょっと、やっぱ、ダルニアさん。気になるね。